三重県をはじめ、中部圏の課題について考える懇談会は毎年開催されていましたが、新型コロナ感染拡大のため3年ぶりとなりました。中部経済連合会の水野昭久会長は、ロシアのウクライナ侵攻の影響による経済の下押しを懸念するとともに、コロナで落ち込んだ経済の回復に取り組んでいくと挨拶しました。 三重県の市民知事は、新型コロナの現状を説明し、今後は東海産県や中部ブロックでの連携をさらに強化する必要があると話した上で、将来地域を支える力となる子どもへの投資に力を入れると訴えました。また、懇談会ではデジタル化の推進やカーボンニュートラルの実現に向けての中部県の動きなどが紹介され、 具体的な課題や対応が示されました特に中小企業を中心に取り組みが遅れている実態を共有し今後のそれぞれの活動に生かすことが確認されました。